その姿勢は我々を幸せにしなくて世界の断りへと迫る。よし、それは諸悪の根源。それは悲しみである。多くを知る者は恐ろしき真実を深く投げかざるを得ない。かのソクラテスはこう述べた。なんち自らを知るべし。真の賢者とは己の愚を知る者だ。最軍から召喚、命の衝動に従い己を悪兵弁せよ。再造され新たな進化のスパイラル、まだ見ぬ未来が呼んでいる。そう、空想は知識に勝る。ファントミオ、想像力で世界を包め。東京ファントムオーケストラでした。どうもありがとうございました。